就職を控える高校生に仕事に対する意識を高めてもらおうという職業講座が岡山市中区の高校で行われました。稼ぐに追いつく貧乏なしって言いますから、自分自身がきちんと稼いでいって、そしてそれを計画を立てていくならば、皆さん方の今後っていうのは明るく安定したものになります。岡山東商業高校で開かれた高校生のハローワーク2022です。岡山ロータリークラブが毎年行っているもので、岡山で働く会社役員3人が講演しました。すでに就職が決まっている3年生およそ50人が参加し、就職後の人生設計や給料の使い方などについて熱心に耳を傾けました。岡山ロータリークラブは今後も若者を支援する活動を続けていくとしています。